おそ松さんのへそくりウォーズニートの工房。どうもハニチマンは高丸かまるです。さあへそをやっていこう。まずはこちら、新登場踊るゾンビダンスだって。特徴を見てみましょう。昔っていうほど昔じゃないけど、マサラダンスってのあったよな。さあ新シリーズ、踊るゾンビダンスだって。いいね、ゾンビシリーズ新しいやつだ。特徴が対空タイプキャラの能力をアップさせる。ちょっと離れた時にも攻撃で届く。相手から致命的な攻撃を受けた時、たまに HP 値で耐える。 HP と攻撃力がそこそこ高いと。根性スキル持ちか。対空タイプの能力が上がるのか。いいね。おそ松のとこに栄太郎がいる。チョロ松のはこの二人はまあおなじみか。市松のとこはフラッグコーポレーションだっけ。十四松のとこに栄太郎がいないのはちょっとな。あつしくんいるし。これちょっと引いてみよっかな。さてどうしよう。あ、ちょっと待って、やっぱ優勝ダイヤが足りない。はい、じゃあへその先生に貢いできました。排出キャラステップ1ね、まあ、こんな感じになってます。踊るゾンビダンス自身も対空タイプか。排出率がニートの国、覚醒妖怪、馬付きの騎士、レインコートが 0.2%、 踊るゾンビダンスが 0.01%、 吉野相手が 0.02%。 誰がいいかな。根性持ちで、で対空タイプで、さらに遠距離系か。じゃあ一末あたりかな。でもゾンビだと俺チョロ末か十四末が好きなんだよな。さあ何来てくれるのかな。せーの、まあまずステップ1だからね、なかなか出ないでしょ。そう、あーそうだ、なんかこの黒いやつ星3でなんか新しいの出てんだっけ。これこれこれ。まずはちょっと待って、唐松、リンコート、次おそ松、馬付きの騎士で、十四松がニートの国。こういう風にね、なんかゾンビダンサーズ研究員といつものと聖火隊、この3種類がね新しく星3で登場してんだよね。研究員が特定のシリーズの能力をアップさせる。移動速度が少し遅いがそこそこ吹っ飛ばされにくい。 HP と攻撃力がそこそこ高い。踊るゾンビダンスシリーズキャラの攻撃力 HP がそこそこアップする。でいつものが、あーゾンビダンサーズみんな同じ共通の能力か。なるほどね。じゃあ次ステップ2いきましょう。ステップ2はまあこんな感じです。排出率がニートの国、覚醒妖怪、馬付きの騎士、レインコートじゃないや、ニートの国、覚醒妖怪、馬付きの騎士が 0.71%、 レインコートが 0.72%、 踊るゾンビダンスが 0.01%、 ヤシナエタが 0.02%。 よし行きましょう。ステップ2あたりはねちょっと激アツ演出は来てほしいけど、とりあえずこの演出は来たから、星3じゃない、星4、3体は確定だな。うん、星3来るならね、まあこのゾンビダンサーズが増えるならいいけど、まずはカラマツ、馬付きの騎士、獣医師松がレインコート、トド松がニートの国で、市松が覚醒妖怪キュービの狐か。さあステップ3、ここで1体確定なんだよな。あーそうか、ここでゾンビダンサーズが出なくなるのか。排出率が着物が 2.73%、 水月夏祭りデート服ギリシャ神話が 2.72%、 ニートの国、覚醒妖怪、馬付きの騎士、レインコートが 0.75%、 踊るゾンビダンスが 0.05%、 ヤシナエタが 0.04%。 さあここで1体確定。
誰が来てくれるのかな。よっしょ。スキップ。あー、カラマツか。カラマツね。なるほど。まあいいけどさ、カラマツの場合は対空タイプキャラの HP がそこそこアップか。悪くないんじゃない？ HP 上がんだら。根性持ちでもあるし、ただこの根性スキルがあんまりね、期待できないんだよな。ということで出たのが、カラマツのゾンビダンスでした。はい、ではマジアバやっていきたいと思います。まずはこちら、お縛りと世界の終わりマジアバ編やっていくんだけど、今すげえテンション下がってるよね。なぜかっていうと、ほら、クリアタイム見てもらえばわかるんだけど、一応クリアしたんだよね。20分19秒も時間かけて。なのになぜか録画されてないっていうね。すっげえテンション下がってるんだけど、今。まあ、もう一回やり始めます。状況を見てみるよ。地上と空中が出て、突撃可能なのが、赤塚ロボット工業と、踊れゾンビダンスのステップアップガチャで登場したゾンビダンサーズいつものと聖火隊とあと研究員で星4でカラーギャング天使キラー極道の野球踊れゾンビダンスチームはこんな感じになってます。まずは1列目、お粗末の天使キラー。銀の旗棒に対する攻撃力は超絶高い。ただし攻撃力は少し低い。カラマツの踊るゾンビダンス。対空タイプの能力をアップさせる。ちょっと離れた敵にも攻撃が届く。致命的な攻撃を受けた時、たまに HP1 で耐える。HP と攻撃力はかなり高い。対空タイプキャラの HP がそこそこアップする。チョロマツの天使キラー。市松の天使キラー。重始末のカラーギャング HP がかなり高いが攻撃力が低い。2列目、トドマツの天使キラー。カラマツのカラーギャング、市松のカラーギャング、トドマツのカラーギャング。ゾンビダンサーズいつもの。特定のシリーズの能力をアップさせる。移動速度が少し遅いがそこそこ吹っ飛ばされにくい。 HP と攻撃力がそこそこ高い。踊るゾンビダンスシリーズキャラの攻撃力 HP がそこそこアップする。一応このチームでクリアできました。使用アイテムは AP 最高、強くなるオートモーラーザニートとニート砲。アトラクションは対空、市松、トドマツの攻撃力がそこそこ増える。このアトラクションでもクリアできました。では、また挑戦します。さてと、今回空中の敵がいるわけだから、まずは対空タイプを優先的に出すしかないな。特に攻撃が高いやつ。市松とトド松、あと、チョロ松か。で、あと、地上の敵も考慮して、カラマツとか、市松とか出しとくか。大丈夫か、これ。よしよしよし。ギリギリいった。あぶねえ。倒せるか？よしよしよし。毎回ロケハンとかしててね、しょっぱなから敵陣地に削られるってことはよくあったからさ、これはちょっと対空タイプ多めに出すしかないなと思って。ノックバックはするけど、一発でやられないんだよな、旗棒でも。だから、なるべくトドマツと市松を多めに出すしかないんだけど、あとこの厄介なのデカパン、結構ノックバックするんだよね。1、2、3、2から3の間、なかなか吹っ飛ばなくなったし、4だし、まずいまずいまずい、5、6、6のノックバックでもまだまだ吹っ飛ばないもんな。きつすぎるだろう。で、今ちょっと耐久タイプで天使キラー集中しすぎて、ちょっと地上の防御がね、悪くなってんだよな。こういうのがちょっとね、難しいんだよね。やっぱり、両刀の出撃っていうのは。さあ、このザニートの間に削っていきたいわけなんだけども、地上はね、厄介なのがこのトドコちゃんね。
だいたいね、トドコちゃんに攻撃与えれば一発で倒せたりとかするんだけど、このお芝居のトドコちゃんはノックバックしても結構粘ってくるんだよね。まあ、初めはね、攻撃を少しずつ与えなきゃいけないんだけど、途中からね、ニート砲でノックバックしてくれるんだけど、それでもなかなか倒れないからな。まずい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 。だから地上を意識しすぎると、空中がね、対空タイプの攻撃をかいくぐって襲いかかってくるから、それもよく考えないといけないんだよね。よしよし、いい感じか。よし。攻めてけ攻めてけ、上限まで行った、上限まで行っちゃったらどうしよう。防御面に徹するか、カラーギャングのカラマツと十四松で壁を厚くする。ちょっと空中怖いんだよな、ほんと。大丈夫かな。まあこういう感じでじわじわと敵陣地まで向かっていくんだけど、さっきのクリアタイム 見たよね、20分19秒って結構時間かかるから、またこれカットすることになると思います。あ、いい感じでザニートが来た。はあ、やっと敵陣地のとこまで行きました。やっぱ一末軍団は足が遅いからね、なかなかね、敵陣地まで行けなくてね、しかもね、距離が結構長いからさ、カラマツと十四松、まあ十四松足が速いからいいけどさ、カラマツが足が遅いからなかなかね、合流できないんだよね。あと壁になるって言ったら、まあカラマツと十四松なんだけど、3体しかいないからね。天使キラーとカラーギャング、それぞれカラマツと十四松ね、2体ずつ、あ、やべ、こういう風にトドマツ出さないと片棒が処理できないからな。で、一応攻撃上がっているであろうゾンビダンスのカラマツで攻撃をじわじわ与えて、トドマツでまあとどめを刺す。よしよしよし、一応ね、ゾンビダンサーズ入れてるからね、カラマツのね、耐久力も上がってるわけだから悪くはないんだけど、対空タイプって地上と比べると少し足遅いからさ、それだったらね、から逆のカラマツ出した方がいいかなと思うんだよね。よしよし、これでなんとかいけるかな。よし、だからこのゾンビダンサーズの部分をね、天使キラーの十四松にしてもよかったかもしれないよね。おお、14分49秒6分も縮まった。大丈夫かな、録画できてるかな。はい、続いてはこちら、ミッドお芝居マジャバ編やっていきましょう。情報は地上と空中両方出ると、突撃可能なのが、星3のなんだっけこれ、赤塚地球防衛軍で、星4の F6、 赤塚村、一匹の松犬で、新登場のサマービレッジ。サマービレッジの特徴見てみようかな。特定の敵に対する攻撃力が急激に高い。特定のシリーズの能力をアップさせる。HP と攻撃力がかなり高いと。デカパンと第4への攻撃が急激に高い。で、さらに、不幸偏才持ちね。結構強いよな。さらに、ビレッジサマーシリーズキャラの能力がそこそこアップするっていうスキル持ち。まぁ、今回サマービレッジのガチャ引いてないんだけど、まぁ、こんな感じです。チームはまぁ、こんな感じかな。まず1列目。おそ松の赤塚地球防衛軍、敵陣地に対する攻撃力が究極に高い。 HP がそこそこ高い。金松の赤塚村、攻撃力がかなり高いが HP が少し低い。チョロ松の F6、 攻撃力がそこそこ高く HP がちょっと高い。闘神がかなり高い。市松の赤塚村、十四松の赤塚村。2列目、トド松の一匹の松犬、特定のキャラ能力をアップさせる。バトルで奪うへそくりがちょっとアップする。攻撃力と HP がすっごく高い。チーム内のトドマツの攻撃力、HP がそこそこアップする。おそ松の赤塚村、市松の一匹の松犬、
トドマツの赤塚村、トドマツの赤塚地球防衛軍、こんな感じかな。使用アイテムは AP 最高、強くなるオートモードはザニートとニート砲。アトラクションは地上タイプの攻撃力2つと、トドマツの攻撃力がそこそこ増える。こんな感じでマジャーバ編やっていきたいと思います。よーし、さあ、今回は空中の敵が登場するわけなんだけど、まあ突撃可能キャラを見てもらえば分かる通り、こっちには空中キャラがいません。ということで、これはスピード勝負ということで、市松はほとんど出撃させなくていいんじゃないかな。むしろ出さなくてもいい気がする。でも一応3体ぐらい出しておく、保険をかけてね。あー、しまった、十四松出すの忘れてた。から松と市松で、市松がこれで2体目かな。さあ、サマービレッジの能力でダヨーンとデカパンの攻撃が究極に高いっていうね、アトラクションじゃないや、スキル持ってるわけなんだけど、さあ、これで市松が3体目。よし、これぐらいでいいかな。今回の敵ほとんどデカパンとダヨーンしか出ません。だからサマービレッジいた方がかなり簡単にクリアできると思うんだよね。まあこんなもんか。よしよし。あー、チョロマス出すんじゃなかった。さあ、もうほとんど2列目のこの5体しか出さなくていいんじゃないかな。さあ、ザニート発動、急げ急げ。意外と今回ダイオン硬いんだよね。この特にこのミラーってなんだ、ミイラ男のダイオン。地味に猫のダイオンもおるしな、人形も。ちょっと待って、カメラが変な感じになってる。だいたい1列目出すのはね、おそ松とから松ぐらいかな、壁役。これぐらいでまだ半分もいってないのか、ちょっと危ないぞ。あ、上限までいった。上限までいったらもう2列目だけでいいかな。よーしよーしよーしよしよし。まあ、赤塚地球防衛軍はね、敵陣地に行ってから勝負だからね。陣地への攻撃が高いから。さあ、ザニート、これで一気に進んでいきたいわけなんだけど、どうかな。あー、ちょっと微妙だな。ニート砲圏外まで行きたかったんだけど。あー、やっと半分だ。一応一匹の松犬がいるから、トロマツの攻撃とカラマツの防御力上がってるはずなんだけど。よしよし、いいぞ。このでかいやつ、ボスじゃないんだけどね。このユーマのデカパンが攻撃を与えることなく一発のノックバックで倒せるっていうのは結構でかいから。猫のダヨーンの方が耐久力あるんだな。あれか、このでかいユーマのデカパンは攻撃特化ってとこかな。あー、これはちょっと一末3体でも多いかな。ほんと出さなくていいんじゃないかな、一末は。さあ、もう少しで敵陣地のとこまで行けるわけなんだ。まあそんな少しでもないや、まだ結構距離あるな。まずいぞ、そろそろ空中出るんじゃなかったかな。空中も確か、ほら来たー。空中は嫌味だ。嫌味とは、嫌味では珍しく、そんなに足が速くないっていうね。これはちょっと、厳しいんじゃないかな。まだこの時点で、この距離あるんだもんな。ニート砲の中まで入ってしまった、この嫌味。
ちなみにこっちの神社4645、イヤミの攻撃でどれぐらい削られるのかちょっと見てみよう。もう無理だから。さあじわじわ近づいてくるイヤミ、どれぐらいの攻撃を与えてくるんでしょうか。ミートフォーものともしない。すげえワンパンじゃん。よーし、これは結構いい感じじゃないか。まだ2回目のザニート発動してないからね。で、ここで来た空中の嫌味。でもここでザニート発動することによって一気に敵陣地に近づくことができるっていうね。あ、そうそう、あのちょっと変えたんだよね、チームを。おそ松の赤塚、防衛なんちゃらだっけ。それを F6 のおそ松にしてザニートのゲージを上げやすくしました。で、あとは松犬の一匹の松犬のカラマツを外して F6 のトドマツ入れました。そんなに防御に徹しない方がいいんじゃないかなと思って、それだったらもう出せる分のトドマツ全部出した方がいいかなと思って、そうすればほらこんなにね早く攻撃することができるんだよね。まだ空中の嫌味は半分ぐらいしかいってないのに。3分56秒、早いねー。はい、ではドールゾンビダンスの他に現在ムツゴパックのとこで踊るダンシングパック、それ十始末と引き換えたらこちら踊るマサラダンスの十始末をもらいました。敵に攻撃がヒットするとたまに一撃で倒すことができ、一度により多くの敵に攻撃を行う。 HP と攻撃力がかなり高いが AP が高くちょっと出しにくい。まあこの2体のねキャラクター図鑑を見て今回終わりたいと思います。カラマツ踊るゾンビダンス。赤塚区に起きた異変でゾンビになったカラマツ。町のゾンビたちも生きた人間を求めてシング&ダンスでウォーキングするデッドが集まった。バンドマンのロックゾンビたちは生前の記憶のせいでミュージックに目がないようだ。これって一人立ち2期でカラマツと一緒にいた仲間たちだよな。ちなみに背景のゾンビダンサーズはいつものやつなんだよな。構えモーションで通常のカラマツの見た目になるんだな。顔色が良くなってる。取り上げてんな。やられのモーションはまあ新しいやつで、でも頭がやっぱりゾンビ系はちょっとえぐいんだな。ボイス、出撃ボイスなしで攻撃やれボイス。冗談だろ。死亡ボイス初めて聞いたこれ。十始末踊るマサラダンス。赤塚区で開催されるカレーフェスに駆り出される十始末。ロシア料理店の常連客を巻き込んでボリウッド映画のように歌い踊り、ほんのりとカレーの香りをまとったピロシキと定番のボルシチ、コンポートをおすすめする。まあロシアの料理としてピロシキとボルシチって結構定番だけどさ、食べたことないんだよね。美味しいのかな。この十始末の無表情よ。あーかわいい。いいね。このムツゴが吹っ飛ばされてる時の周りの顔よ。ボイス、攻撃アレアボイス。マッスルマッスル。わーい。ドゥア。バイバイ。気合だ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 。すっげー僕たち。なになに勝ったの負けた。チェックショー。